この動画は濃いめのガンダムオタクレイムと、ライトユーザーのマリサがガンダムを解説していく動画だぜ。なるべくガンダムに興味がない人でも興味を持ってくれるような、そんな動画を目指しているわ。ぜひガンダムを好きになってほしいんだぜ。本日はこれ、MS7B、グフの解説よ。ザクとは違うってやつなんだぜ。そして語らなければならないわ。グフは、本当はものすごいモビルスーツだったということを。MS7B グフとは、まあ簡単に言えばザク2の陸戦タイプを、さらに改修し、より完成度を上げたモビルスーツではあるのだけど、むしろ重要なのは、もう一つの要素。ザク2を、タイモビルスーツ創生のもとに改修したモビルスーツでもあるのよ。タイモビルスーツ。グフってそうだったのか。ただし、ここで大事なのは、戦争のかなり初期の頃に作られたモビルスーツだということよ。つまり、タイモビルスーツではあるけれど、あくまでもジオンが想定する連邦の、空想上のタイモビルスーツでしかないということなのよ。ああ、まあ、そりゃそうなんだぜ。それを踏まえた上で、解説していきましょう。というわけで、基本スペックはこんな感じ。出力が 1034kW に、燃料もろもろ全部含めた重量が 75.4トン。水力が 40,700kg に、装甲はジオンお決まりの超高スチール合金ね。ふむ。比較対象のザク2はこんな感じ。出力が 976kW で、重量が 73.3 トン。水力が 43,300kg に、装甲は超高スチール合金ね。あれ。水力、落ちてない？落ちてるわね。グフはザク2よりも、さらには陸戦型のザク2よりも水力は下よ。ただ、ここはちょっと思うところがあってね。そもそもなんだけど、陸上において水力の意味って何？それは、ジャンプとか？そうね。他にも、スラスターを一気に吹かせた体当たりとかもかしら。ふむ。これが、後の時代になれば対空的な用途でも使われること増えてくるのだけども。ただこの時代は、基本地上では歩く、走るがメインなわけで。そうなると、陸戦特化のグフとしては、水力よりも脚力、腕力、詰まるところ機体のパワーの方が重要なんじゃないかしら。ふむ。宇宙では、水力はそのまま移動力とか加速力になるからとっても大事だと思うのだけどね。そんなわけで、グフの方が水力低い、に関してはむしろ正解だと思うわ。大地を蹴って走る、歩くに関してなら、水力よりも出力なのよ。多分ね。他にも、不要な部分を排除して、重要な箇所に集中させた結果、というのもあるわ。不要な部分。ほら、人間でも水泳と歩行では使う筋肉が全然違うじゃない？それと似たようなもんで、宇宙と地上ではスラスターの位置とか、必要な箇所も全然違ってくるんじゃないかしら。で、ここからは私の考察なのだけど、ザクは宇宙仕様の F 型から陸戦の J 型に回収する際、水力が 43,300kg から 45,400kg に増えてるのよ。あら、そうなのか。でもそこから、さらに回収、特化させる際には一気に水力を落としてるから、スラスターに関しても、特化させた、効率化させたって感じなんじゃないかしら。短距離のジャンプ飛行、に関してもザクより優秀だったみたいだしね。それと、そもそも水力に関しては外付け。ってわけではないけど、当てがあったのよ。当て？そう。グフってね、ほら。頭部にブレードアンテナついてるじゃない？おう。そういえば。あれ、でもこれってもともと指揮官機用じゃなかったっけ？指揮官機、というよりも通信強化のためよね。で、このグフってのもまた、先進的というかさすがモビルスーツの生みの親ってのがわかる思想のもとで作られていてね。モビルスーツとはつまり万能ではなく、複数の運用で進化を発揮すると言えばいいのか。ジオンの理想、そしてタイモビルスーツへの答えが詰め込まれてるのよ。つまり、どういうことだ？グフは、サブフライトシステムという新しい形態の先駆者なのよ。これは、構成においてあらゆるモビルスーツ運用につながるすごい思想なの。サブフライトシステムというのは、簡単に言えばモビルスーツを乗せて空を飛んだり運んだりする機体のことね。そしてグフは、そのグフを運ぶ飛行機と通信を密にして、運用する必要があったのよね。だからこその、指揮官機と同じくブレードアンテナなのよ。他にも、そもそもグフ自体が指揮官機とかエース用って話もあったりするわね。これもわかる話なのよ。そもそも格闘戦って技量が特に必要というか、言って間違えたら死ぬって状況なわけだし、格闘特化はそのままエースパイロットや、ベテラン用と考えて良いんじゃないかなと私は思うの。でも、それじゃあ射程外からチクチク攻撃されて負けるんじゃ。そりゃそうよ。でも、連邦のガンダムだってそうじゃない？ガンダム、ガンキャノン、ガンタンクと、様々な状況に対応した複数機で運用するというか、これに先駆けた思想が、指揮官にしてベテランのグフが前衛を務めて、後方はバズーカやキャノン砲を装備したザクが固めるって感じの戦法を想定していたんじゃないかしら。以前ボールの動画で解説した旧兵の役割をザクが担う予定だったのよ。多分ね。ふむ。
あと、連邦のモビルスーツはおそらくザクよりは強いだろうってのは、想像できるのよ。仮想敵がそうなわけだし、連邦はザクを倒すためのモビルスーツを作ろうとしてくるはずだしね。ふむ。だからこそ、ザクを倒そうとする連邦のモビルスーツを倒すグフ。ザクを守るモビルスーツとしての立ち位置を考えたら、近接特化、というのはとても正しい方向性かなと私は思うわ。ふむ。そんなグフさんの武装はこんな感じ。ヒートロッド、という無知上の武装に、指先そのものから弾を撃つ、5連装75ミリマシンガン。それと、ヒートサーベルにシールドね。これがどいつもこいつも面白い武器でね。ヒートロッド、に関しては明らかに強力な武器なのよ。え、そうなのか？そうよ。言うなれば、剣に対しての槍なのよ。つまり、連邦が作るであろう対策用のモビルスーツを、グフは格闘戦で切り伏せていく予定のところを、格闘戦、と言いつつも相手の射程外から格闘戦を挑めるのよ。言うなれば、各種腕の系譜がこれよね。意識の外からの攻撃ってやつよ。これは強いわ。連邦のモビルスーツが、おそらく斧や剣みたいな武器をさっと抜いたタイミングで、グフは鞭をズバッと。これはもう格闘戦においては一方的な戦いになるわよね。お。ただ、5連装マシンガンに関してはちょっと評判悪いのよね。あら、そうなのか？うん、用途としてはふさわしい武装のはずなのよ。グフは、ザクを守りつつザクの脅威となるモビルスーツを排除するっていう、複数の役割を同時にこなすっていう結構難しい操作が求められるわけだから、シールドを構えながら、5連装マシンガンを撃つことで、後方に控えているザクへの攻撃を妨害しつつ、一気に距離を詰め、ヒートロッドで撃破。シールドを持つ左側で防御と、妨害、威嚇を同時にこなせるすごいアイデアなのよ。そして右側のヒートロッドは射程外というか、意識の外からの攻撃なわけで。ただまあ、さすがに求められる仕事が多すぎたのか。結構な部隊ではこの5連装マシンガン外しちゃってるみたいね。あら、そうなのか。でもねえ、そうしちゃうとねえ、連邦の対策用モビルスーツを、切って妨害してってことがやりにくくなるのよねえ。攻撃と防御に、選択肢が狭まっちゃうのよ。攻撃と防御と威嚇妨害を同時にやりたいんだけどねえ。なんでそんなやることが多いんだ？そりゃジオンは人員が少ないからじゃないかしら。一人であれもこれもそれもこなさないと、勝てないのよ。あらまあ。なのでグフは短期で、旧兵へとジョブチェンジしたザクを守りつつ、敵を撹乱しつつ、妨害しつつ、旧兵のザクの脅威となるモビルスーツを、ズバ、ズバ、と撃破していく。それでいてザクよりも重装甲でなおかつ盾もあることから、まあ戦場の花形よね。中戦士でありチームの中心、鉄壁の守護者にして最強のアタッカーがグフなのよ。おお。さらにここにドムが合流すれば、まさに完璧の布陣となるわ。片落ちとなりつつも旧兵へとジョブチェンジしたザク。がっちりと防御を固め、ザクを守りながら敵を倒す重戦士グフ。そして、戦場を縦横無尽に駆け巡る騎兵の役割をこなすドム。お、無敵のパーティなんだぜ。全員が全員、足らない部分を補い合っているのよ。完璧よ。完璧な布陣だわ。連邦のモビルスーツがなんぼのもんじゃいよ。遠距離、近距離、白兵戦、機動戦、すべてに対応しているわ。さあ、連邦のモビルスーツよ、いつでもかかってきなさい。オラオラなんだぜ。ちょっとカメラ止めて。一体何が起こったんだ？ビーム兵器よ。う。さっき言った、グフの強み、グフの想定、グフの仕事もろもろ全部が、ビームの一発で消し飛んだわ。まず、ザクを守るための重装甲なんだけど、見ての通り無駄になったわ。それどころか後ろのザクごと貫通して同時撃破すらあるわ。あわわわ。そしてヒートロッド。この強みは、剣に対しての槍って言ったわよね。敵の近接武器の射程外から、そして意識外からの攻撃って言ったわよね。ごめんなさいね。それ、ジムの一番得意な距離なの。射程は落ちるけど連射ができて広範囲を攻撃できるビームスプレーガンのかもなの。そんな。そして左指につけられた5連装マシンガン。これね、ジムもシールド持ってるのよ。そしてこの程度の攻撃ならジムは簡単に防御できて、逆にグフは、多分ビームをシールドで受けられないわ。普通にシールドごと破壊されて撃墜されるわ。この頃のシールドってね、ただの硬い板なのよ。タイビームコーティングが施されたシールドは、確かゲルググからなのよ。なので、まあ当たりどころが良ければグフでもシールドでなんとかなるかもしれないけど、基本はシールドごと貫かれて負けるわ。さらに言うと、これで盾役を失ったザクはどうなるかしらね。まあ、見ての通りよ、普通にボッコボコにされて終わるわ。それでもドムなら。そうね、ドムは唯一。偶然なのだろうけど、タイジム、タイビーム兵器で正解を引き当てたモビルスーツよ。つまり、もう避けるしかないってやつ。さっき説明した、水力よりもパワー。みたいなのが全部裏目に出て、ジムからしたらグフは下手したらザクよりもカモだったかもしれないわ。けどドムだけは、そのジムからしても強敵だったのよ。おう。
なら、ドムがザクを守ればなんとかなるんだぜ。ならないわ。ならないのか。さっき言った通り、ドムは騎兵よ。縦横無尽に荒野を駆け回る必要があるの。ザクを守る？どうやって？装甲は役に立たないわよ。相手はビーム兵器なのだからね。つまるところ、ビーム兵器の登場によって、攻撃力だけが突然カンストしちゃったのよ。なのでもう、ザク、グフ、ドム、みたいにバランスの良いチームを組むことができなくなったの。防御、という概念がかなり軽視されてしまうようになったのよ。もちろん時代が進めばそれもちゃんと対策されてくるのだけど、今は携帯ビーム兵器元年みたいな時期よ。それこそご祝儀みたいなノリで猛威を振るったわ。つまり、ザクはただ動きが遅くて性能も低い的になって、グフは、なんかこっちに近づいてくる動きの遅い的になって、ドムだけが、唯一まともに戦える相手になっちゃったのだけど、さあここで大事なのが、そもそもジオンは数がいないということよ。ドムならジムに勝てる。よしドム重機 VS ジム重機だ。なんて夢のまた夢なのよ。現実は、よくてもザク4機にグフが1機、ドムが1機程度じゃないかしら。あ、ちなみに相手のジムは20機くらいいるわ。ええ、まあさすがにそれはかわいそうだから、ハンデでジムも同じ数にしてあげたとしても、まずグフは秒で溶けて、次にザクが一瞬で消し積みにされて、あっという間にドムが孤軍奮闘するだけになっちゃうわ。もちろんドムとかの頑張りでジムの1機や2機は落とせるだろうけども、だからなんだって話なのよ。本来ならグフが敵の攻撃にシールドで耐えつつ、時間稼ぎをしたりかっこ撃破している間にザクがジムの数を減らさないといけないのに、そのグフが真っ先にやられるんだから、もうパーティは崩壊よ。悲しいんだぜ。ただ、ただね、一つだけ、グフの名誉のために、一つだけ言わせて、うん、グフのね、ヒートサーベル、に関してなんだけど、これ、どう思う？どうって、うん、あれ、ヒート。これね、形状記憶合金とか、高分子化合物とか、とにかくいろいろ変な呼ばれ方してるんだけど。どう見てもビームサーベルじゃない？うん。いやね、そもそもこれどうやら普通にビームサーベルだったみたいなのよ。え、そうなのか。じゃあどうして？後付けよ。後付け。いや、正確に言うのなら、後、外し？後外し。ほら、ガンダムっていろいろ後から実はこうでした。こんなんありましたって設定がポンポコポンポコ出てくるじゃない？それでね、ジオンのビーム兵器は、ゲルググとキャンでようやくみたいな設定が作られて。どうもその弊害で、このグフのビームサーベルは無理やりビームサーベルじゃなくて、なんかビームサーベルみたいにすごい変化する剣というか、とにかくよくわからない感じにされちゃったのよ。あら、でもね、でもね、バンダイさん、そこ、もう良いじゃありませんか。どうした？この時期にビーム兵器はどうとか、こうとか、だってねバンダイさん、あなた、こいつ出しちゃったのよ。この高機動型ザク2ゲルググ先行試作型っていう、お前どっちやねんって言いたくなるモビルスーツに、ビームサーベルもビームライフルも、一応搭載されてるってなっちゃってるのよ。これね、詳しくは以前投稿したゲルググの解説動画を見てほしいのだけど、よい？ゲルググの先行量産型が、キマイラ隊っていう部隊に配属されたのが、10月26日なの。そんでね、ランバラルとガンダムが最後の決闘を行ったのは、11月の3日なの。むむむ、時期的に間に合うのよ。ビーム兵器そのものなら、もちろん、ジェネレーターの都合とか色々あるのはわかってるわ。さらに言えば、本来ならこの戦闘に届く予定だったドムを横流しされちゃったのだから、おそらくビーム兵器に関しても無理があるとは思うわ。だから、時期としてはさらに遡って10月6日、ランバラルとグフがドズル中将の命令で地球に降りた日、ここで、さっき言った高機動型ザク2ゲルググ先行試作型の技術を無理やり応用した、それこそ試作も良いところな出来損ないのビームサーベルを、切り札として渡されていても、別に良いんじゃないかしら。ダメかしら。切り札ねえ。実は理屈としては成り立たないわけでもないのよ。これね、アニメでグフが初登場したのは第12話の、ジオンの脅威。で、他にも、第16話、セイラ出撃。でもグフが出てくるのだけど、ヒートサーベル、使ってないのよ。近距離では基本ヒートロッドなの。あら、そうだっけ。見落としがあったらごめんなさいね。そんで、グフがこのよくわからんビームサーベルっぽいヒートサーベルを初めて使うのが、ここだけなのよ。シールドを捨てて、最後の最後で使う武器なの。ほほう。これ、40年越しの再後付けみたいな感じで良いから。バンダイさん、やっぱビームサーベルでしたってことにならないかしら。それこそ、使用時間が30秒とかしかない、モードズルがランバラルだからこそ渡した虎の子の、タイガンダム用最終武器みたいな感じで。ダメかしら。ダメじゃないかな。ダメかな。ダメかも。ダメっぽい気がしてきたわ。ともかく、本来ならこのグフこそが、一番最初にジオンでビームサーベルを装備した、そしてタイモビルスーツを想定した画期的モビルスーツだったということは、覚えておいてほしいわ。後付け。いや、後外しさえなければ、このビームサーベルの部分で、タイジムでもギリギリまだ戦える機体だったのよ。
後付け。後付け、か。後付けで弱体ってなんか珍しい気もするわね。相対的に弱くなるケースは結構あるけど、性能そのものがってのはなかなか、あったかしら？時々、グフはいらないみたいな話ちらほら見かけるけど、いやいやいや、そんなことないのよ。弱を守るためにはグフって必要なの。むしろ絶対にいなきゃ困るレベルなの。けど、その、ジムというか、ビームの前では噛み切れというか、いる意味ないというか、無駄というか。でもそうなると、弱ごと撃破されちゃうというか、武器がいきなり化け物みたいな進化したせいで、役割を果たせなかった、盾役なのよ。だからグフは絶対に必要だったけど、結果的に不要になったことで何もかもが崩れて、パーティが全滅したみたいになっちゃったのよ。弱から続くグフの用途としては完璧に近いんだけどね。目的もバッチリだし、私個人としては100点あげたいところなのだけど。何かしらねー、受験勉強の範囲全部間違えてたというか、こうしてくるだろうって想定した部分が何もかも間違っていたというか、ビーム兵器を標準装備されたら、無理よ。装甲がほぼ無意味はきつすぎるんだぜ。さて、今回の動画はここまでよ。チャンネル登録と高評価もよろしくね。他にも、小説家になろうなどのネット小説サイトに、いろいろ投稿してたりもするから応援してもらえると嬉しいわ。それでは、ぜひまた見てね。またななんだぜ。